横浜海上防災基地横浜海上防災基地横浜海上防災基地地図横浜海上防災基地は神奈川県横浜市中区に所在する海上保安庁の基地である平常時は横浜海上保安部等の庁舎として各種訓練研究に使用されているが大規模な海上災害発生時には巡視船 航空機を利用した災害応急対策活動の中核拠点としての機能を持つ。また、併設されている海上保安資料館横浜館では、九州南西海域工作船事件の際に、東、シナ海で自爆、沈没死後に引き揚げられた北朝鮮の工作船が展示されている。当基地の場所は、港未来地区内の市街区にあたるが、 横浜港新港府島の海側にあるため、同地区の商業地からはやや外れた立地条件である。工作船展示館として2001年12月22日に発生した九州南西海域工作船事件における北朝鮮の工作船と回収物などを展示している。工作員の武器については検証終了後に安全化処理として重心の内部や雷管を破壊され、 武器としての能力を完全に喪失した状態で展示されている。海上保安資料館横浜館に関するカテゴリー。ありがとうございます。